優先してしろ。申し訳ない。画効力キルが。アンレタニックトマト。アンレタニックトマト。よし。あー、いいボタン。出た。直木先生、ナイスボタンです。直木先生の影分身です。直木先生白いから多分ハケ先生黒だと思います。うん、うん、じゃあ雑殴っといてくれ。ハケ先生釣りますか。早い。ハケ先生に入れよう。おっと。気をつけてください。テリヤキあのライフル2丁構えてるんで今。また構えてる。常備。ライフル常備。チークにやだな。でいいか。この棒出しやばくね。ここ先生がどっから出てきた。死んでるか。死んでるね。うん。今電気直してたの誰です？あ、私です。はい、私もです。みんな直してた。それで結構直らなかった。直してんなと思いましたね。そう、なんかめっちゃ直んないって思って、なんだこれって思って。時間取られますわあれ。取られましたね。猫先生の最終目撃の人。テリはかなり前にシャワー室、ほぼ序盤、リアクター直ってすぐぐらいの時にシャワー室で一緒になってるのを見てる。見てないな。あと多分下に抜けたのかな、下か右だよね。多分。多分っていうか、それしかねえか。セキュリティにいたけど。ん？誰がですか？赤はセキュリティにいたけど、ほとんどもう照り焼き先生と八景先生ばっかり眺めてましたよ。金庫室で。金庫室ね。うん、ああ、はいはい。八景先生は無理だろうな。それぐらいしかわからない。猫先生の位置的に無理だよな。フラワー先生、最後左下、あの展望デッキの停電でしたけど、どちらからおいでで。ベントから。上から。いや、そういったね。上空から。いや、まあ、じゃあ、テリーだけど、フラワー先生、金庫室から出てて、エンジンルームの方に走っていくの、停電前に見てるから、順当に行けばエンジンルームから武器庫通って、そっちだね。あ、でもそんな感じです、そんな感じです。時間的にもそれで合うと思う。あ、わかるな。
死体位置がそもそもあまりわからん。え、先生は、うん、僕、あれです。コックピットから今右に行ってメインホールにいるんですけど、コックピット行くときにフラワー先生とちょっとすれ違いました。一瞬。あ、じゃあフラワー先生の順路は合ってるわ、それで。さっき言った通りだ。10年前、ククレ先生がエンジンルームとボールを見ました。申し訳が静かだな。放送局に何もなく、何も言えることがないから停電だし。ん？ね？ねぎらいすぎる。なお先生も悪か？あるな。はい。黄青緑。なお先生の動きやば。黄青緑。ゆう先生しろ。お、宇宙警察だ。うん。シャワー？宇宙警察だ。シャワーだ。何か言いたいことはあるか。現行犯だぞ。何か言いたいことはあるか。これはないな、言いたいことは。じゃあ、ゆう先生です。はい、うん。バイタルですぐ消えたのを見ましたよ、僕も。うん、なくなったのを。シャワー3だったから、死体と犯人と発見者だな。はい、それです。なるほど。いや俺モンション君だと思ってたんだけど、モンション君がなんかシャワー室また戻ってきたから U ターンしてきたから、ユウ先生神に行ったんだなと思ったら逆モンション君が変わってた。いやもう絶対それで大丈夫だと思ったんだけど、帰ってこないと思ったら警察帰ってくるから。いやだからモンション君神に行ったと思って帰ってったんですよ。ユウ先生神でなんでな。いやせっかく一緒に亀ダイヤ亀ダイヤって覚えたはずなのに。そうそう、いや白いなって思ってましたよ。そこまでは一緒に覚えてね、貨物で湧いて一緒にポチポチやってた。うわゆう先生白いな、隠し子出そう、あ、もう職戻ってったな、隠し子ゆう先生噛まれたな、あれってせっかく一緒に覚えた仲なのにな。嬉しいな。どうすかください。警察の目は届きますよ。そっち友達だと思ったのにな。ということは黄色は白ってことですよね。まあスキップ2入ってる時点で、ね、ゆう先生のもこれは反自白だしね。いいとこで噛んでたんだけどね、タイミングが悪かったね。先生直してくれるでしょ。また宇宙警察しておくかな。そんな余裕もねえか。それだけさっさとやっちゃおう。ワイヤー残しちゃった。おお、死んどる。八景先生死んどる。八景先生死んでるとしたらあっちやな。
あれいない。え、どこで死んだ八景先生。だと思いますか。ね、左側の下の方だと思ってた。バイタル見たら結構かなり前に死んでたよ、ハッケ先生は。紋色の方が後々死んでる。あ、紋色じゃないわ。バイタル、いいんだ、ハッケ先生。僕バイタル見て探しに行きましたよ、ハッケ先生。ああ、僕もです。ん？上に行った？あ、その後。え、いや、下の方行きました。左下の方だと思ってました。セキュリティの真ん中で死んでました。セキュリティか、そういうことか。で、はい、その前にすれ違ったのは貨物室でくくれ先生にすれ違った、これだけです、僕の情報は。テリヤキも多分グデオ先生が見る前にバイタル見て、ハッケ先生死んでんの見て、でその前に僕ハッケ先生をどこだったかな、エンジンルームかどっかで見てると思うんですよ。で、あ、じゃあ左下かなと思ったんですよ、武器庫かな見たのは。で左下かなと思ったんですけど、くくれ先生その時バイタルからエレクトリから電気室に入っていく時に、エレクトリから電気室でくくれ先生とすれ違ってます。はい、一瞬すれ違いました。どっから来たんですか、セキュリティから来ました。僕貨物室から左に行こうとしてあの電気室の方に降りちゃいました。ありそうではあるけど、でも別に俺オレンジと青全く白拾えてないんで、どっちも全然あると思ってますよ。私もそうですね。確かに私あんまり人と会ってない気がする。私も何も会ってないな。グデオ先生は今のどこだと思いますって出し方が白いな。セキュリティもわかるし、ハッケ先生武器庫からとかアプローチじゃなくてセキュリティなんか、そこだけなんです見てないの。ね、もうでもユウ先生つってくれたから黄色の人とは絶対違うからもう。グデオ先生これで黒だったら鋼のメンタルすぎるから、グデオ先生も白だと思うんだよな。さっきみたいなあんな失敗をする人ですよ。そうそう、インポスターで。そこ込みで今回白でしょ。あるわけがない。あるわけがない。心に余裕があるもん。ただサングレーまだ全然詰められないです、うん、テリヤキは。うん、どこだろう。どこだろうね。どこだっけ、行くか。セキュリティか。てかテープか、セキュリティの。メールも切れますよ。くれ先生じゃないかな。かと思った。
捕まれなかったんや。ウェイ先生じゃないのかな。なんかボタン押してくれないかな。なぜそのタイミングで落ちてしまったっていう、本当 0.5 秒前に死にました。じゃあなお先生ですね。そうです、そうなります。福江先生は僕あの今の下ですれ違ったんですよ、その階段の、うんうん、でなお先生がその下の展望デッキに行って、でその後フラワー先生が下の方にキッチンの方に向かっていくときにすれ違ったので、可能性があるとしたらそのタイミングしかないかなって思う。本当に超直近で、福礼先生はその超直近であれば福礼先生がやるのは難しいんじゃないかなと思って。えボタンを押す2秒前ぐらいにその昇降機前にいたってことですか、福礼先生が。そういうこと。うん、はい、いた。じゃあいた、じゃあいいんじゃないですか。で階段登る音も一つしかしないから、あ先生がずっと上にいるってこともないでしょ。上先生が噛んでって話、フラワー先生は間違いなく左下にいるのは間違いない。どうですか、ククレ先生的にどうですか。あれククレ先生のミュートが外れていない、バグっている。ああすいません、バグりました。う頑張って外してんだけど外れない、すいません。あれ一回切るか、めんどくせえな。待ってね、すいません変なタイミングとして。いやまあまあまあいいんじゃない。よいしょ、これで切って、よしこれでククレ先生喋ります、すいません。はい、僕あの右上のところのなんかボタンをピッピッピッって押すのをやって終わって降りて、あれ次どこ行くんだっけってマップ開いて同行してるときにクレオ先生が階段登っていくのを見ました。ですぐボタンと、じゃあもう直先生で終わりじゃないですか、はい、いや終始ムラリの動きをしてしまったな。ファイタルツネナイスタイミングのボタンでしたね。じゃあナイスタイミングだったと。よーい、あーたまたま3人すれ違いましたからね。ナイスですよそれは。クレオ先生ちょっと追いかけたからバレたかなと思ったんですよ。クレオ先生の視界が広かった。では僕は電気直してくれると信じて上に向かったんです。いや電気を直しました。直したんです。そう電気